編集ではわずか数秒しか使われない撮影素材、それをカットなしでお送りするアンカットバージョン、私空手道正義塾山田の解説でお送りいたします。よろしくお願いいたします。ワイダイ君ですね。しっかり顔面ガードもしています。相手がね、頭一つ分背が高いので顔面は狙いにくいとは思いますけれども、まあ稽古なので積極的に、はい、こういう感じでね、行くといいと思います。終わり A 君、終わりって言ってますよね。まあ意味は通じるので全然いいんですけども、さあその A 君ですが、刻み突きから入って、あ、回し蹴りいいですね。彼はいつも積極的なのはすごくいいと思います。ちょっとまあ蹴りの場合技の起こりが見えすぎて、まあ、やっぱりちょっと当たらなかったり避けられたりしますが、まあ、オレンジ帯ですのでもうそこは気にせずどんどん行った方がいいと思います。はい、お互いで構えて始め。Kさんはもともとセンスがありますので、まあ、なんか安心して見てられるというか、特にこのグローブ組み手に関してはとても上手ですね。大体の攻撃をちゃんと避けられてますね。あ、このカウンターいいですね。うまいうまい。タイミングとかバッチリです。蹴りにもつなげ、よく相手の動きを見て、あ、状態も柔らかいです。とてもいいですね。はい、お互い入れ構えて、兄弟対決ですね。全然お兄ちゃんに臆せず、 A 君も積極的、相変わらずたくさん攻撃を出しています。あ、この右はなかなかね、技術いりますよ。うまいうまい。あ、ここは下がらずに右で行った方が良かったかもしれないですね。でも隙を与えない攻撃はいいと思います。さあ、この刻み突きは得意技なんでしょうか。ちょっとやっぱ蹴りだな。ただ課題があるということは伸びしろになりますのでいいと思います。